どうも皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこのちっちゃくて薄い G ラボの薄レレウクレレガズモデルを使いまして、いろいろな曲に挑戦していきましょう。さあ皆さん、音楽始めましょう。さあ今回取り上げたい曲はですね、もうちょっとで卒業シーズンでございます。そんな中、思いっきり心を込めてお別れの時に歌いたい曲、こちらドン、海援隊の送る言葉、やっていきましょう。この曲はもう言わずもがな、もうね、お別れ曲のもう日本代表曲でございます。はい。そういうわけでございますが、もちろんね、ガズレレ YouTube チャンネルでも過去に一回取り上げてるんですけど、それ2017年に一回ガズレレ YouTube で取り上げてるんですけど、これ必見です。この動画絶対見てくださいね。このレッスン動画ね、なんとイベント中にレッスン動画を収録したというね、もうライブでレッスン動画を撮ったんですよ。もうステージの上から配信してますからね。でもその時ってやっぱりライブが配信しながらやってるんで、やっぱりこうレッスン動画としてはね、もうちょっとね、深いところ行きたいなってこともあって、今回2022年バージョンで、さらにわかりやすくかっこよく簡単になって再登場でいきたいと思います。しかも今回は3バージョンでお届けしたいと思います。はい、これはね、結構深いですよ。じっくり取り組んでいきましょう。はい。いつものように2バージョンではなくて、今も言ったように3バージョン、3バージョン。最初のバージョンは初心者の方でもなるべくできるようにしている、簡単にしている、ガズレレ流超シンプル簡単バージョンです。2番目のバージョンは、いわゆるかっこいいバージョン。これはね、ガズレレや、ちょっと練習してる人だったらできる、かっこよさの、ビートでやろうと思います。で、3番目はですね、なんと原曲にちょっと、忠実な感じで、16ビートのアルペジオって、ちょっとね、初心者さんにはね、かなり難度が高い弾き方なんですけど、ちょっとね、雰囲気だけで味わってもらおうと思って、3つのバージョンでちょっとやってみようと思います。さあ、動画最後までぜひともね、ご覧になってください。皆さん音楽始めましょう。音楽って聞くのも最高だけど、やる方がもっと最高。でも私音楽今までやったことなかったんだよな、チャンスがなかったんですという方とか、楽器に挑戦したことあるんだけど、難しくてやめちゃいましたみたいな方が、あっという間にこのちっちゃいウクレレを弾いて歌う弾き語りができるというプログラムがあるんです。これガズレレ独自の超わかりやすくて簡単で楽しくてどんどん上達できるプログラムで、今全世界中の方が何十万人も音楽始めてくださってます。皆さんもすぐできると思いますよ。もうちょっとしたらこのガズレレプログラムのリンクをここに貼り付けておきます。ここにジャンプしてもらって、上から順番に YouTube 動画見ながらウクレレ触ってるだけで、どんな方でも本当にあっという間に楽しく音楽ができるようになります。 YouTube 動画ですから完全無料。今すぐ音楽始めましょう。じゃあプログラムのリンクここに貼り付けますよ。皆さんここから始まります。いってらっしゃい、クリック。いってらっしゃい。そこには今までガズが取りためてきたこの世の中にあるありとあらゆる音楽ジャンルの曲がですね、このちっちゃいウクレレで弾いて歌う弾き語りができるようにしているレッスン動画と課題曲、すでに1800曲以上もアップロードされております。皆さんの好きな曲も必ずあると思いますよ。いいな、この曲やってみたいなという曲名とスペースガズレレで YouTube で検索してもらうときっと出てくると思うんですよね。これから音楽を聴くからどんどん変えていきましょう。さあ早速ではやっていきますよ。海援隊の送る言葉、まずは初心者さん向け超シンプル簡単バージョン、ゆっくりとやってみます。1、2、3、4。これから始まる暮らしの
愛した奴はいない。遠ざかる影が人混み消えた。もう届かない送る言葉。もう届かない送る言葉、ガズレレリーシンプル簡単バージョンやってみました。いやー、やっぱりこの曲聴くとこの涙腺がちょっと緩みがちっていうかですね、いろんな思い出もありますしね、歌詞のメッセージ性とかこのやっぱり勇気づけられる感じ、お別れですけど大丈夫、僕たちならいける、こんな感じのメッセージがたっぷりでございます。今聴いていただいた分かったと思うんですけど、ガズレレオリジナルショートカットアレンジバージョンで、やらせていただきました。1番をやって、本来だったら2番をやってで3番みたいなところになるんですけど、この2番の部分をショートカットバージョンにさせていただいております。でも私全部やってみたいんだよなという方は、1番とコード進行全く一緒で歌詞が変わってくるだけなんで、まずはガズレレバージョンで練習していただいて、後に自分でこうコード書き出して、自分で楽譜作ってちょっとチャレンジしてみてください。まずは今のガズレレバージョンで練習スタートしてくださいね。動画の中には歌詞とコードが出てますから、一緒にゆっくりでいいんで合わせてもらって、まず練習開始です。1個目のゴール設定としては、ガズレレの簡単バージョンの YouTube と一緒に同時に演奏できるようになったらもうすごいと思いますよ。ゴール達成だと思います。できるようになった方おめでとうございます。どんどん次のステップ行きましょう。次のステップって一体何かというと、今度はですね、ガズレレ YouTube を一切見ずに皆さんを一人だけで歌ってリズムを生み出して音楽を生み出す、これをやっていただきたいんですよね。とはいえ最初から歌詞とコードを暗記するっていうのはなかなか難しいでしょうか。最初は楽譜的なものを見て、だん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 自分の中に落とし込んできて覚えちゃって、いずれは別れの時にその人の目を見つめながらね、さよならだけではとかを歌いたい、覚えちゃうのを目的にするのは素晴らしいと思うんですけど、まずは楽譜練習がいいと思います。でも楽譜ってどこにあるんでしょうってことであると思うんですけど、安心してください。今のね、演奏はね、ガズがこう手書きで書いたノート、これを見ながら画像を演奏していきました。はい、もうちょっとしたら大きくとしてみんなもこんな風に書いて演奏してみたらいいじゃんということでシェアしようと思うんですけど、今すごいいいサービス始まってます。これガズクラブです。このガズクラブっていうのは一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日取り上げた送る言葉を含むガズが今まで手書きで書きまくってきた膨大なノートのストックがあるんですよ。すごい量ですよ。この中から皆さんが毎月5曲、この曲私やってみたかったんだよな、これ憧れの曲みたいなのを選んでいただいて、即座にお手元にデータとしてダウンロードしていただき、すぐに練習に入っていけるよという画期的なサービスなんです。そしてこのガズクラブはですね、楽譜のダウンロード以外にも毎月2回全世界中の方が参加してくださってくれる、ものすごい盛り上がるオンライン大セッションイベント、毎月2回ですよ、オンラインクラブメンバー限定で開催していたりですね、皆さんの演奏動画アップロードできる場所があったりとか、なんかそのガズクラブだけのいろいろイベントが、限定イベントがあったりとか、とにかくここは一個の村みたいな感じで音楽をいろんな形で楽しもう、いろんな老若男女集まって音楽をガズレレで楽しもうみたいな、そういうことになってます。これ楽譜のダウンロード以外にも一個のね、こう村作りとして動いてますね。はい、これ概要欄にね詳細貼っとくんでチェックしてください。それとはちょっと別なんですけど、このガズレレ大学っていうのもやってます。このガズレレ大学はもう読んで字のごとく大学ですので、ちょっと難しいリズムのお勉強とか、このフレーズここがちょっと難しいとか、8ビートのこの16ビートのこの指使いだとか、ここのフレーズのこの指とかコードとか、そういうことをね、毎週2回のライブ配信でチャットでやり取りしながらリアルタイムで、講義を行っていくという YouTube メンバーシッププログラムという、YouTube のサービスを使っているコミュニティがあります。これもね、なかなかこれはね、面白いですよ。こっちの方もね、概要欄に入って、貼っておきます。あとはね、他にもいろいろやってるんですけど、毎朝7時半から、ラジオ放送をやってます。スタンド FM というね、アプリの中で、ガズラジというラジオ放送をやってます。これめちゃくちゃいい話してますから、ぜひ皆さんこれ、無料でね、いつでもどこでも聞けて、アーカイブも残ってますんで、ぜひガズラジもですね、チェックお願いします。こっちも概要欄に貼っておきます。それでは、楽譜を見ていきましょう。2022年改訂版、送る言葉。海援隊でございます。今日は3バージョンでお届けしますよということでお伝えしました。はい、じゃあこんな感じで映していこうと思うんですけど、ちょっとご確認事項でここ見てください。ここね見てもらうと
コードが違うコード書いてあったり、こう下になんか書いてあるのはですね、こことかもね、はい、かっこいいバージョンではこのアレンジにしますよということなんですよ。なんで今のシンプル簡単バージョンはこの上のなんです。で、動画の中にも書いてあるんですけど、ここのところだけ、2拍っていうリズムが登場します。ここだけ要注意ね。はい、こんな感じでメッセージをちょっと織り込みつつ、こうやって今、カメラに映すんで一時停止していただいて、皆さんノートに書き写すか、さっき紹介させてもらったガズクラブでこのノートのデータそのものをダウンロードしていただくのもすごく有効だと思いますよ。ガズのノートの特徴をいつもで言いますけど、上に点がついてますね。これクレーナツムマチノーってこの言葉のね、この上に点でね、リズムのタイミングが分かるようになってます。あとこの伸ばす棒とか、これ歌詞カードにはない情報になってますね。こういうのもすごく役立つと思います。はい、じゃあ一応映しときます。はい、まず A メロの1番、 B メロの1番、はい、さっき見たけどこの2拍に注目ね。かっこいいバージョンではここワンブロックに4つコードが入りますよということだったりします。はい、ここもタカタカとか書いてありますね。かっこいいバージョンでここでね。でこれサビですね。これもねいいんですよね。でちょっと言っとくと、ここ FFFEm7 と、ここも FFFEm7 ですけど、ここねちょっと違うんですよ、弾き方が。これかっこいいバージョンではしっかり解説していきますからね。はい、こんな感じになってます。で最後これ間奏ですね。はい、ここはねかっこいいバージョンでこれ Fm というコード登場しますからね。はい、ここターって書いてある、これ最後伸ばすよということでございます。はい、でここからもう3番に突入していきます。コード進行は 2番の B メロからと一緒ですね。はい、はい、でここ最後のサビ、最後はこの「もう届かない送る言葉」2回繰り返すということですね。これ同じ歌詞ですね。はい、それで終わったよということでございます。さあ、思いっきり歌っていきましょう。で、コードをちょっとじゃあ見ていきましょう。ちょっと場所なくなっちゃったんで、これね、かっこいいバージョンで出てくるコードは、ここはちょっと隠しておきましょう。はい、はい、今映ってるこれ。いきますよ。C と Am と F と C7、Dm、G7、Em7。この7個のコードで、今のシンプル簡単バージョンやっております。この7個のコードは皆さん、安心のガズレレ入門コードのグループ、これですよ、ガズレレ必須コード。このガズレレ必須コードって一体何かというと、このちっちゃいクレレで音楽を始めたいなと思った方に一番最初に覚えてもらいたい、入門コード10個のグループの名前なんです。10個もあんのと思うかもしれないんですけど、入門コードだから1個ずつ見たらもうめちゃくちゃ簡単。だけど10個いっぺんに頭に覚えようと思うと、ね、もうごちゃごちゃになっちゃうんで、私が皆さんの頭にスイスイ覚えられちゃう、ものすごいいい動画撮ってます。ここにそのコードを覚えられる動画のリンク貼っておきますので必見でございます。今日の10個の中の今日は7個出てくるよということで、遅かれ早かれ覚えちゃいましょうということでございます。はい、その確認をしてからね、じゃあちょっとかっこいいバージョンの解説にこれから入っていこうと思います。この歌はね、皆さんもう知ってるでしょ。この歌は歌えるっていう、なんか不思議に歌える曲ですよね。まあ昭和の名曲でもあるし、やっぱりね、お別れの時にはこのメロディーはなんかやっぱどこからともなく流れてくるメロディーだと思いますね。とはいえやっぱり一応確認はしていただいて、歌のね、このリズム、言葉のタイミングっていうのを間違えてるとなんかどうもしっくり来ないなっていうところあると思いますね。その確認をしていただいて、じゃあかっこいいバージョン入っていこうと思います。今日は3バージョンなんで、まず第2の、かっこいいバージョン。はい、これ言っていきたいと思います。出てくるコード。この辺からちょっと紹介してみると、1個だけこの Fm というコードが追加されております。Fm ちょっと押さえづらいコードで有名ですね。はい、解説いきます。ここと、ここの3箇所。こんな風に押さえるのがいいですよ。こんな風にね、ここね。はい、これ薬指浮かんでますからね。はい。はい、これが1個目の押さえ方。もう1個は親指。ガズさんはこうやって押さえちゃいます。上からね。これどっちでもいいです。押さえやすい方でいいと思います。上に構えてる人は人差し指がいいでしょうね。膝に置いてる人とか、ちょっと位置が低い人はね、親指結構簡単です。はい、無理のないように、どっちにしろ押さえづらいコードなんで、このコードで、間奏のところでこれ出てきて渋いんですよ。このコードの響きもちょっと味わいながらやっていきましょうと。はい。じゃあ、弾き方なんですけど、この第2のバージョンのかっこいいバージョンと、その後にやるバージョン、弾き方がつまり違うんですね。この後やる、第2のバージョンは、アルペジオと8ビートのチャ、この2つのリズムでいきたいと思います。で、今日、一緒に紹介したいのが、これです。16ビートのアルペジオというのがあります。この16ビートのアルペジオっていうのは、この3回目、その後にまたやろうと思いますけれども、この3つのリズムの紹介だけちょっと今させていただいていいでしょうかということで、今映ってるリズムの弾き方、ここにリンク貼っておきます。このリンク先はウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの1枚なんですけど、その中に、それぞれの濃厚解説レッスン動画がすでにアップロードされておりますので、じっくり穴が開くように見ていただいてですね、チャレンジしていただければというふうに思います。このね、
16ビートのアルペジオっていうのがちょっと難しいんですよ。はい。で、まずは、まあ、中級レベルとして、アルペジオと8ビートのチャで、かっこいいバージョン、2番目のバージョンをやってみようと思います。ね、この2番目のバージョンでやると、原曲よりちょっとゆったりした感じがするかもしれないんですけど、原曲はね、やっぱ16ビートのアルペジオのノリがやっぱ出ているんでね。なんだけど、ウクレレでのんびりこうゆったり弾くには、いい弾き方だと思います。で、8ビートのチャっていうのは、はい、ガズレレではこれすごく基本にしているリズムなんです。この2つのミックスでやっていこうと思います。でね、演奏はすごくシンプルなんですけど、ところどころちょっとキメが入ってくるんですよ。ちょっとそこをちょっとやっていこうかなということで、1個目のキメというところでは、去りゆくあの1番の A メロのクレーナズム町の光の影の中去りゆくあなたへのこの行なんですね。ちょっとやってみます。去りゆくあなたへから、はい、ここはアルペジオのところなんでね、行ってみようと思います。せーの、去りゆくあなたへ。はい、今の FFFEm、 ここは1個目のこう決めなんですけど、この同じ、4つなんですけど、サビで出てくるのとはまたちょっと違うんですけど、まずこっちはシンプル FFFEm7、 はい、1,2,3,4 回目の時に Em7 に変わる、はい、この後がちょっと特徴あります。送る言葉から、せーの、送る言葉、ここでつったダンダカタトン、ちょっとここ忙しいです。これね、ちょっとね、説明すると、この F と C の C のとこに矢印マーク、シンコペーションでドーンと前に突っ込んでくるんですね。その後に2拍で C と Em7 って書いてあるんですけど、ここがちょっとね早いです。もう一回送る言葉から、せーの、送る言葉、はい、ここでチャンジャカダトン、 CC タトン、 CA ジャカチャアップで Em7。 ここ急に16ビートのノリが出てくるんですけど、キメはどうしてもこれ、もともと16ビートの曲なんで、こんな感じになります。ちょっと、もう一回送る言葉からいこうかな。せーの、送ること、ドン、ツタン、はい、ダンダカダトン、はい。ここちょっと難しい。で、その後から8ビートのチャに入っていきます。悲しみこらえて、これも長い。もう一回最終確認で送る言葉から、せーの、来ることだ。ここから8ビートだよね。ここで、だん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 、悲しみ、こえて、ってなっていきます。はい。ここがちょっと一番難しい決めかなというふうに思います。そして、一番の、今の悲しみこらえてずっとやって、サビに行く前に、できるのだから、とかのとこは、だか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 だみたいな伸ばしといて、伸ばして、さよなら。ここはね、多分デモ演奏を聴いていただくとすぐわかると思います。そしてサビの中でも、さっき言ったこの、愛するあなたへのとこで、FFFEm7 なんですけど、これはちょっとまた16ビートの決めになるんで、さっき A メロで出てきたってことはちょっと違うということをちょっと今やってみようと思います。8ビートのチャですね、サビは。いきます。せーの、愛するあなたへ、スタン、ここも16ビートのノリなんですよ。愛するあなたへ、ダンダダン、はい、デンダダン、スタンダダン、送る、はい、さっきのだから 1番の A メロの一番最後のところの決めにちょっと似てますよね。ダンダダダダン、アップで Em7 に瞬間的にこう決めるということで、なっておりますと。はい。そのくらいかな。あとは、繰り返しでそんな感じになるんですけど、Fマイナーというコードが登場しますよということだけ、ちょっとびっくりしないようにしといてくださいと。はい。そんな感じなんです。で、歌は基本的にシンプルで、構成もシンプルなんですけど、この決めのところが、この、2番目のバージョンの、アルペジオと8ビートのチャでやると、16ビートが急に顔を出すちょっと瞬間みたいなところ出てくるんで、そこだけ要注意かなと思います。はい。で、じゃあこの後、アルペジオと8ビートのチャの2番目にかっこいいバージョンをやった後、また3回目が続きますからね。まずは2番目のかっこいいバージョン、やってみる
葉、アルペジオと8ビートのチャのかっこいいバージョンやってみました。これでだいぶやっぱり躍動感が出てきて、ウクレレで弾くとですね、このぐらいの感じすごくいいですよね。はい。とはいえですね、やっぱり海援隊のこの送る言葉を聞くと、このリズムがね、耳に入ってくるんですよ。この感じ、この流れるような、つまびくような、この速い16ビートなんですね、これ。これかっこいいんですけど、ちょっと難しい。これは16ビートのアルペジオ。はい。ちょっと C で練習してみるといきますよ。これでずーっと淡々といきたいなというふうに思うんですよね。ちょっと A メロの歌い出しやると、いいでしょ。この感じもこのフォーク、ザ・フォークみたいな感じ、やっぱりいいんですよね。で、今回は、まあ、3つ目のバージョンということで、1番だけ、この16ビートのアルペジオだけでやってみようと思います。この16ビートのアルペジオの演奏の仕方は、さっきのリズムいろいろのところでもう濃厚に解説しているんで、ちょっと今回はですね、フォークっぽい感じなんで、テン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 、早い、結構リズム早めですからね。はい、テン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 というような感じで、軽やかにこう力入れてたら絶対にこの速さで弾けないんで、ほんと弦を撫でるようにね、それでアルペジオとかってこう弱く弾く方がよくウクレレも鳴ってくれると思います、ね、はい。これはかなりね、ちょっと実は難しい。あとね、弾けたとしてもリズムキープしてずっと歌いながら同じリズムをキープするのがこれまた難しいです。そこに来てさっきやったキメも全部入れてきますから、なかなか面白くもあり難しいということで、こう三つ目のバージョンはね、ちょっとじっくり観察し、いずれはね、こんな感じでさらっとできるようになるのもかっこいいかなという参考にしていただければというふうに思います。さあ、それでは送る言葉、ガズレレのかっこいい16ビートアルペジオバージョンでやってみちゃう。ワン、ツー。ガズレレ流かっこいいバージョン、3番目に出てきたかっこいいバージョン、16ビートのアルペジオでやってみました。このなんかこう不思議なね、このフォークソングならではのこのふんわりして、忙しくは感じないんですよね、不思議に。なんかこう、ふんわりしてるんだけど、こう、でん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 で、こうなんか流れてるような、そんな感じのムード、独特でございます。はい。とはいえ、この曲はやっぱりね、いろんなこう、技とか決めとか奏法とかもあるんですけど、やっぱり、ハートですから、お別れの時に、心を込めて歌いたい。その心は一番ど真ん中に置いときたいということで、やっぱり感情表現ですから、音楽は。そこを忘れないように、皆さんの、合ったスタイルで練習開始。皆さんお知らせです。このガズレシピ、皆さんのスマホに入ってますか？これね、どんどん進化してるんですけど、これアプリなんですよ、ガズレレの。楽譜が見られるアプリなんですけど、この中でね、楽譜がね、いろんな楽譜が見られることになってるんですけど、一曲からでも、ワンブロックごとの、本みたいにセットで買うとすごい割安になったりします。で、今回この度ね、また40曲の新たなブロック、ボリューム7が追加になっております。ちょっとアプリもぜひ見てみてください。これめちゃくちゃわかりやすい、アプリになってまして、楽譜がですね、
簡単版とかっこいいバージョンの2バージョン記載されていたり、メトロノーム機能だとか自動スクールロール機能がついていたりとか、もう本当に新世代ですから、皆さんのスマホタブレットでめちゃくちゃ見やすい仕様になっております。そしてこの、アプリで使用している楽譜がなんと本当の本にもなっております。リアルな本ですよ。これはガズレレが出版している本でございまして、さあのこの後紹介するリットミュージックの本とはちょっと違うやつで、こっちはかっこいいバージョンのね、さっきも言ったけどこのガズレシピっていうのは簡単版とかっこいいバージョンの両方の表記があるっていうところがちょっと特徴的でございます。これはですねもう大絶賛 Amazon でご購入いただけるような状態になってますので、ちょっと Amazon 内でガズレシピと検索してみてください。そしてガズレレではですね、日本の最大の楽譜出版会社リットミュージック社さんよりこういうね楽譜、簡単楽譜の、出版をしております。今4冊出てるんですけど、これがものすごいベストセラーになってまして、ありがとうございます。この4冊で累計16万部を超える、すごくヒット商品になってるんですけど、やっぱり、ね、簡単でとにかく分かりやすいっていうのが特徴です。この本はですねもう大型書店さんとか楽器店さん、もちろんインターネット書店さん、 Amazon とか楽天ブックスさんとかももう置いてあります。これは本当におすすめですね。初心者さんはまずはこれを、ゲットして練習していただくのがいいと思います。その他にガズレレではいろんなグッズもリリースしてます。このストラップとかキャップはハニーさんのハンドメイドだったり、これについてる水引きなんですけど、これ私の両親が水引き歴もう50年以上の大ベテランが作って手作りものだとか、まあいろいろそういうこともあったりとか、まあまあこのガズレレのホームページ見ていただくと大体のことわかると思うんですけど、とにかくいろんなことやっております。このウクレレもね毎月後半にね予約注文とか受け付けて、またそれもね YouTube でもアナウンスしてますけど、とにかく山盛りガズレレのホームページをご覧になってください。さあ皆さん楽しく音楽やっていきましょう。音楽って聞くのもいいけどやる方がもっと最高。ガズレレ YouTube チャンネルと、最近ではね鍵盤楽器ピアノでもガズレレのやり方でやったらものすごく面白いよっていうね、ガズピアノという、YouTube チャンネルも始めてます。こっちもめちゃくちゃ簡単でめっちゃ面白いんで、これもねガズピアノぜひ、探してみてください。楽しく音楽やろう。それじゃあ皆さんさよなら。